八王子のまた違う場所のみずほ、ね、54っていうところで、スケボーもしてきて、そこはね、6フィートかな。180センチしかないのよ。このぐらい、ちょうど。このぐらい、180センチ。で、俺が170センチぐらいだから、180センチ、まあ、このぐらいなのよ。7フィートかな。 2メートル10センチかもしんない。で、あそことかでも、お前滑れんのみたいな。ね、俺がなんかボトムで失速するとか言って、ボトムっていうのはこの波のトップね、こうやって波がこう、ここ、こうちょっとな斜めになってるんじゃないですか、これね。この斜めのところがこう崩れていきますよね、波が。バシャー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 って。で、斜めにこう、いい波の時はこう斜めにこう崩れていくじゃないですか、順番に。で、こう、底のことね、底をボトムっていう、底。ボトルの底をボトム。ボトルっていうのはボトムっていうのとかけてて、瓶は、ね、瓶は底があるからボトル。で、瓶の底はボトム。覚えやすいようになってますよね。でそういうふうに言ってるんですよね、大関慎吾が。ボトムで失速するって、テイクオフしてからボトムで失速するみたいな。失速してるやつがね、54で、このライディングできるかっていう、この間も、